ジュネイト・チャクルはトルコのサッカー審判員。2006年から国際サッカー連盟登録の国際審判員として活動している。また、2010年からは欧州サッカー連盟リートメンバーとしても活動している。チャクルは12のスユペル・リグダービーを含む250以上の試合を審判しており、そのうち5つはフェネル・バフチェ・ SK とガラタ・サライ・ SK の間で行われる。 クタラララスデルビである。2009年にスウェーデンで開催された UEFAU-21 欧州選手権決勝の審判員に選ばれ、準決勝でのホストに対するイングランドの PK 戦の勝利を含む3試合を担当した。彼は2003年7月にスコント FC とスリマ、ワンダラーズの間で行われた UEFA チャンピオンズリーグ予選ラウンドの第4審として、 UEFA デビューを果たす。また、オーストリアで開催された 2007UEFAU-19 欧州選手権で2試合を担当し、u e f a ユーロ2008の予選でも2試合を担当した。国際審判員としてのデビューは、UEFA カップ2008から09のグループステージ FC2 エンテとシャルケル・エヨンの試合で、計2試合を担当した。 さらに UEFA ヨーロッパリーグ2009から10、準決勝、第2レグで、フラムが、ハンブルガーエース V を下した試合を担当した。彼はこのシーズン、合計7試合を担当した。2010年9月29日、チャクルは、UEFA チャンピオンズリーグ2010から11、グループステージグループ D の、ルビンカザン VS バルセロナを担当。また、 同じ大会で2010年11月3日に、チェルシー VS スパルタクモスクワの試合を担当した。2011年3月17日には、UEFA ヨーロッパリーグラウンド16、マンチェスターシティ VS、ディナモキエフのセカンドレングを担当したが、この試合で、チャキルは36分に、マリオ・バロテリに退場処分を下し、8枚のイエローカードを提示した。 2011年8月には、コロンビアで開催された 2011FIFAU-20 ワールドカップで準決勝を含む5試合を担当した。2012年4月24日、バルセロナのカンプノーで開催された UEFA チャンピオンズリーグ準決勝、バルセロナ VS チェルシーの一戦を担当。前半に、ジョン・テリーを退場させた。同年6月11日には、 UEFA ユーロ2012のウクライナ VS スウェーデンの試合を担当している。6月18日には、ユーロ2012のイタリア VS アイルランドの試合も担当し、ボールからディフェンダーの壁までの距離を確保することに関しては、非常に正確だったが、試合終了1分前にアイルランドのキース・リュースに退場処分を下し、アイルランド人の怒りを買った。 準々決勝の試合の審判を主審として担当することはなかったが、イングランド VS イタリアの試合で第4審を担当した。2012年6月27日、彼はポルトガル VS スペインの準決勝を担当し、延長戦を含む120分の間に9枚のイエローカードを出した。2012年7月1日、キエフで行われた UEFA ユーロ2012決勝。 スペイン VS イタリアの第4シーンを担当。同年12月14日、横浜で行われた FIFA フフクラブワールドカップ2012決勝、コリンチャンス VS チェルシーの一戦を担当。カリー・ケイヒルにレッドカードを提示した。2013年3月5日、チャクルは UEFA チャンピオンズリーグ2012から13ラウンド16、マンチェスター・ユナイテッド VS。 レアル・マドリードのセカンドレグを担当。試合の後半にマンチェスター・ユナイテッドの何を退場させ、この判定にアレックス・ファーガソンが激高するなど、物議を醸した。2014年7月9日には、サンパウロで行われた 2014FIFA ワールドカップ、準決勝、オランダ VS アルゼンチンの主審を担当した。2016年10月のチャクル2015年6月6日に、 ドイツ・ベルリンのオリンピア・シュタディオンで行われた2014から 15UEFA チャンピオンズリーグ決勝ユベントス VS バルセロナの一戦を担当イエローカードを3枚提示した UEFA チャンピオンズリーグ2015から16準決勝ではマンチェスターシティ VS レアル・マドリードのファーストレグとアトレティコ・マドリード VS バイエル・ミュンヘンのセカンドレグの2試合を担当 さらに翌年の UEFA チャンピオンズリーグ2016から17準決勝でもビセンテカルデロンで行われたアトレティコマドリードとレアルマドリードのセカンドレグを担当している。2017-18UEFA チャンピオンズリーグでは2017年12月のグループステージバイエルミュンヘンとパリ・サンジェルマンと 2018年2月20日のスタンフォードブリッジでのラウンド16バルセロナ VS チェルシーの一戦を担当。さらに、準決勝のレアルマドリード VS バイエルン・ミュンヘンの準決勝セカンドレグを担当した。チャクルは UEFA チャンピオンズリーグ2018から19のリバプール VS パリ・サンジェルマンのファーストレグを担当した。ありがとうございます。